クリシャンの寄り道をお聞きの皆様こんにちは森しおんと申します今回のお題は問題の中で見えた希望の光ということでお話しさせていただきたいと思いますどうぞ最後までお付き合いください私の母は統合失調症と知的障害があります私が3歳くらいまでは父が仕事に行くと昼間は母と二人きりとなり 母は私を虐待していました。私の髪の毛をわしづかみにし、ぶんぶん振り回して、引きずり、叩いたりしていました。私は痛くて怖くて、腹の底から大泣きしていました。そんな私に父も気づいて、父の姉、私の叔母に一緒に暮らしてくれるように頼んでくれて、叔母が虐待を止めてくれたので助かりました。 そして14年間ほど私の面倒を見て育ててくれました。私は母に育てられてはいませんが、母とは20年ぶりに一緒に暮らすようになり、今年で24年、いろいろなことがありました。母は今年86歳になりました。母にはここ数年、特に 介護が必要となりました。母は何とか歩くことができますがほとんどのことは私がやってあげなくてはならなくなりました私が母を介護するのですが心の底からやりたくない特におむつ交換をやり続けるのが苦痛となり私は円形脱毛症になりました私は母に育てられていないのに 24年も一緒に暮らして面倒を見ることが腹立たしくなりある日母を介護することはもうこれ以上できないと思い詰める日がありました介護ができないやりたくないやれないという問題の中で私は私の信じている神様に泣き叫びました神様に正直に私の問題を告白しました 聖書にはすべてのことについて感謝しなさいまた神はすべてのことを働かせて益としてくださるという約束があります私は叫びとともに感謝の祈りを何度もしましたするとその度ごとに心に平安が与えられ介護という問題の中で希望の光が見えました今日も私は母と一緒に暮らしています いな方々のお祈りに支えられ母を介護すすることができています私にとっての希望の光は母に対して神様が語ってくださっている約束の言葉聖書の御言葉です。ヨハネの福音書9章3節イエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。 神の技がこの人に現れるためです。介護という問題の中で見えた希望の光です。最後までお聞きくださりありがとうございます。それではまた。